はい、それではですね、続きまして、バーイナ VAB さんの WRX-STI C 型ですね、こちら拝見したいと思います。じゃあ引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、WR ブルーに憧れてますし、はい、でまあガンダム好きも高じて、顔つきがもうドストライキ、いやあのね、はい、本当フロントのね顔つきいいですよね。そうですね、はい、あれに惚れまして、あとはですね、まあまあまあお決まりなんですけども、はい、あの街乗りでこんなでかい羽いるのっていう感じな、このウィングが好きです。あれ大型のリアスポイラーですね。そうですね。なるほどですね、はい、あれであの時速40キロからあのダウンフォース効くらしいですよ。あ、そうですか。いいんですね。じゃってください。参ります。はい、じゃあね、ドアインナープロテクター本当にいい商品なんでね、はい、あの私もあのもうあっさりいきます。あっさりいっちゃいます。ちょっとあもう3年ちょっとね、あのずっと残されてたのがもう一気にいっちゃいます。バイナ VAB 行きますみたいな。そうですね、はい、やったりなんかしますかね。はい、やりませんか。そこは触れときます。あ、ちょっとあの生アムロ出ましたけど。はい、せーの、アラホヒマセル。はい、アラフォーシマンセルです。愛車のことを聞いていいですかのコーナーですね。本日のゲストはバーイナ VAB さんです。どうぞ。あ、どうもこんにちは。こんにちは、バーイナ VAB さんです。どうもです。じゃあどうぞお座りください。お願いします。はい、お願いします。ちょうどねこちらあの背景見えますでしょうか。兵庫県姫路市にあります、世界遺産のですね、姫路城、いかがですかこの背景ね。素晴らしいです。綺麗ですね。はい、はい、まあ、こういったところでねあのお伝えしようと思います。バイナ VAB さんは、私が YouTube あの初めて、少ししてからあのコメントいただけるようになりまして、で約ですねあの2年のお付き合いということで、民からとかあの YouTube のコメントのやり取りを、続けてきました。でようやくですねその、実際に、お会いするのが今日実はこれであの初めてということで、はい、お会いできて、よかったなというふうに、思っております。ちょうど、まあ、近畿地方からお越しくださったということで、ちょっと前乗りでね、前泊していただいて、昨日の夜はちょっと食事をしながらちょっと交流させてもらったというところですね。はい、で私のねいつも紹介させてもらってる5つの質問っていうのがね、はい、ありまして、何かすごく緊張されて夜も寝つけなかったと、私そんな罰ゲームを提供した覚えはないんですけれども、ね、ちょっとね早速地獄の彼にとっては地獄の質問になるかもしれないんですけど、ちょっとねやってみたいと思います。はい、お願いします。はい、今ね、画像でねこちらこの辺りにねちょっと、今まで、バイナ VAB さんが乗ってこられた愛車遍歴ということでずらずらっとこうね今テロップが出てると思うんですけれども、この中でね2つ3つほど、はい、何かこう思い出に残る車エピソードなんかをちょっとお聞かせいただけますか。はい、まあそうですね、やっぱり高校卒業してからの社会人になって、まあやっぱり一番最初に所有する、まあ、その当時丸めのあとはですね、まあ、とにかく、まあ、そんなにめちゃめちゃ高額な車でもなく、とにかく走りが楽しいやつが欲しいっていうので、なるほど、それを選びました。ああいうことですね。はい、はい、あとはそうですね、まあ、3代目なんですけども、インプレッサの WRX、はい、スポーツワゴンで一応STI バージョン2
なんですか、はい、今みたいに、なんですか、STR欲しいからっていう感じで、はい、まあ、ディーラーに行ってすぐ買えるような感じじゃなかったんですね、当時は、はいはい、STI っていうのはもう本当に、期間限定、数量限定っていう感じで、まあ、今でも S シリーズですね。なるほど。そうですね。それで、まあ、もう本当になけなしのお金はたいて、借金を代として頑張って買ったやつです、はい、なるほど、はい、もうどうしても手に入れたかったみたいな感じですか。そうですね、はいはい、その当時もまたさらに限定バージョンでダブルアルブルーの555バージョンっていうのですね。あ、なるほど。で、それも欲し、それ本当は欲しかったんですけど、はい、やっぱその当時は人気があったんで、はい、もう完売っていうことで。あ、そうですか、はい、あ、ということですね、はい、なるほど。じゃあ当時はもう抽選とかじゃなくて、なんか早い者勝ちの限定販売みたいな感じだったんですか。はい、限定枠はこんだけ、期間枠はこんだけ。なるほど。あ、いうことですね。早い者勝ちなの で結構もう僕遅掛けの状態だったので、はい、で頼んで、納車いつって言ったら、うん、最短で半年って言われて、はい、まあ、実際も手に入ったのは納期で7ヶ月かかりました。あ、実際にはね、はい、あ、そうなんですね、なるほどなるほど。でもね、手に入れられたということでね、はい、良、はい、かった話ですね、はいはい。あとそのレガシー、フォレスター、はい、レガシーとちょっとこう今までマニュアル、マニュアルと来てて、はい、オートマ、そうです ね、はい、でそこからおそらくですけどスイフトスポーツになったのは、はい、ちょっとこうマニュアル原点回帰みたいなもんですか。そうですね、はい、まあまあまあ、まあ、細かく言うと、まあ、いや言わんほうが今のほうはちょっと、うん、プライベートなことが絡んでくるんであれなんですけど。あ、そうですか、うん、はい、もうとにかくもうずっとオートマで来てたんで、久々にMT 乗りたいなっていう感じで。あ、いうことですね、はい、なるほど。アラホーシマンセル、そういったところプライベートなところ突っ込まないタイプなんで、えぐりはしませんのでね、はい、そこまでにしときましょうかね、はい、はい。じゃあそしたら、2つ目の質問なんですけど、はい、この車を、今ね、WRX-STI、はい、C 型ですね、はい、購入された理由っていうのはいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、スイスポの後なので、まあ、とりあえずまた MT 乗りたいし、もうターボ車もまた乗りたいなっていう感じで考えて、はい、でまあいざスバルにも戻りたい、それもありましたし、はい、でも聞いたところによるともうスバルでの現在の MT のもう DRZ、はい、もしくは STI しかないって言われて、 FR はちょっと乗ったことがないのでやっぱねちょっとあれかなと思いつつ、はい、VABどうかな、でも金額えぐいしな、また自宅の駐車の仕方がもう極端にトリッキーな取り方で、家の前は家の門をくぐりまして車庫に入れるんですけど、はい、まあ、何回も切り返ししてたらヘアピンみたいなところなんですよ。なるほど。せやもんで、はい、果たしてこれが家に入るのかって。なるほどなるほど、まあ、今までね その昨日もお話ちょっと聞いたんですけど、一通はもう本当車と自転車がすれ違うのも大変な状況の幅で、でまずそこに門を入るのに、まあ、ちょっと一通でしかも坂道であると、はい、で門をくぐってそのようにヘアピンのようにこう入っていくという格好ですね、はい、なるほど。結構一般の方に比べるとちょっと難易度が高くて、はい、ね、スイフトの車幅からのね、流れなんで、ちょっとやはり最初はね、はい、購入する前にやはりどうかなっていうのは思いますよね、はいはい、なるほどなるほど。まあいろいろディーラーと相談した結果も、はい、アドバイスも全部含めて全ての条件がクリアしたので、はい、ジャンも決める。なるほど、はい、そういうことですね、はい、はい、あ、なるほど。じゃあ実際にね買われてどうですか。はい、はい、この車のね、はい、なんかお好きなところといいますか。そうで
はい、B にとっては、まあ、もちろん、当時のインプレッサーの時ですね、欲しかったダブル R クルーバージョンは手に入らなかったので、もうこの際やから、ダブル R クルーに憧れてますし、はい、でまあ、ガンダム好きも高じて、顔つきがもうドストライク、いやあのね、はい、本当フロントの、ね、顔つきいいですよね。そうですね、はい、あれに惚れまして、あとはですね、まあまあまあお決まりなんですけども、あの、はい、街乗りでこんなでかい羽いるのっていう感じな、このウィングが好きです。あの大型のリアスポイラーですね。そうですね、なるほどですね、はい、あれね、あの時速40キロからあのダウンフォース効くらしいですよ。あ、そうなんですか。嘘ですけどあらあらあらあ、すいません、あのバーイの VAB さんめちゃくちゃ純粋な方なんです。すいません、あのちょっとあの私のいたずら、あのちょっとすいません、あのほんまかな言ってね、あのちょっとあの失礼いたしました、はい、なるほど。じゃあ、ね、いろいろこう、3年4年、まあ、あの3年を過ぎて、はい、1回の車検目、車検をこうね、はい、あの過ぎられたぐらいで、まあ、いろんなとこ行かれたと思うんですけれども、はい、あの何かこう WRX で、はい、あの一緒に運転してですね、はい、あのどこか思い出になるような場所とかお好きな場所とかございますか？はい、そうですね、あの、まあ、もともと生まれが伊勢の方ですので、はい、あの、まあ、母親方のお墓もそちらの方にあのありまして、はい、で、まあ、墓参りついでお墓の近所に伊勢神宮があるんですよ、はい、でまあ墓参りしたついでに、あ、まあ行ってこうかなっていう感じで、はい、こうちょこっとそちらに足運んでますね。あ、そうですか、なるほどね。パワースポットなんでおすすめです。あ、そうですね、皆さん、行かれたことありますでしょうか？もう私はね実はないんですけれども、よくねテレビとか、うん、あの拝見しますけれども、ぜひね、はい、行ってみたいなっていうあの場所ですよね、はい、なるほど、そうですか。この後ね、あのちょっとあのそのパワースポットにあの触れた、VAB をねちょっと触っとこうと思いますね、はい、そうですか、はい、そしたらね、緊張もね、あのだいぶほぐれたかなっていうね、あの大丈夫ですか、はい、最後の質問ですよ、はい、いよいよ、はいはい、もう少し頑張ってください。はい、最後にね、はい、あなたにとって車とはということでね、はい、あのちょっと私聞いてるんですけれども、はい、バイナ VAB さんにとってあの車っていうのはどういったもんでしょうか？そうですね、まあ、まあ、正直な話、今現在住んでるところはもう本当の超田舎です。もう歩いてあのコンビニ行けないぐらいのところに環境なんですよ。はい、だもんで、まあ、生活ですね、うん、で、まあ、あの気分転換に、いつも付き合ってくれる相棒っていうのもありますし、ええ、でまあ、根本的にあの車いじり好きなんで、はい、あの贅沢な大人のおもちゃというか、あ、はい、そんな、なるほど、ええ、ガンダムのコックピットみたいなそう感じですかね、はいはい、確かに、なるほど、バイナ VAB 行きますみたいな。そうですね、はい、やったりなんかしますかね、はい、やりませんか？そこはそこは触れときます、はい、あ、ちょっとあの生アムロ出ましたけど、はいはい、あの似てる似てない別にして、はい、あの全力でやってます、はい、そうですか、いや、いいですね、はい、すみません、あのちょっとあの話をあの止めてしまいましたね。はい、なるほど、はい、相棒ということですね、はい、そうですね、全部がひっくるめて、はい、ということですね。やっぱこうメンテナンスとかお好きっていうこともあって、はい、やっぱりその車のそのいろんな部分を確認するとか、はい、そういうことで言うと、はい、いろいろとね、はい、なんか見えてきますよね、はい、細かいところにね、はい、目を気配りをするっていうところは大切ですよね、はい、はい、皆さんもね、アラホー氏のメンテナンスノートっていう動画もありますんでね、そういったところを含めて、皆さんの愛車、細かいところをね、一度自分の目で点検するっていうね、はい、そういうことで愛車、ますますね、愛おしく大切に、していけるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、
いろいろとね、お話を聞かせていただきました。それではね、この後、早速バーイナ VAB さんの所有されている WRX-VAB をちょっと拝見させていただきましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、それではですね、続きまして、バーイナ VAB さんの WRX-STI C 型ですね、こちら拝見したいと思います。じゃあ引き続きよろしくお願いします。お願いします。このウォッシャーの、はい、このカバーね、はい、カバーっていうのは、はい、そうですね、はい、カーボンのガラスなのでいうことですね。これは上から貼ってるんですか、はい、それともなんか外品でこういうのがあるんでしょうか。外品でもうちょっとなんていうんですか、カーボン調の塗装されてます。あ、カーボン調の塗装されたものを、はい、じゃあ純正のものからこう差し替えてる感じですか。はい、あ、そういうことですね、はい、なるほど。これちょっとワンポイントですね。そうですね、はい、であとステッカーをこう、はい、貼られてるような感じですかね。はい、はい、これが両サイドにこのようにあります。全体的に見るとこういう風な感じで写っております。はい、あと牽引フックですね。はい、はい、それから、この、フロントのスポイラーはこれは、別途こう色あれですか、それとも、ですね、S シリーズの、これもう奇跡的に S シリーズのが手に入ったんです。手に入ったんですね、はい、闇取引ですか。ちょっと言えないですね。そうなんです、はい、まあ、いろいろこういう関係があると。まあまあまあ、はい、そういうことでしょうね。羨ましいですね。はい、そういうことですね、はい、ああいいですね。最初からね、はい、みんなこれだったらいいのにね。そうなんですよね、はい、うん、思いますね。はい、はい、まあいいですね。僕もね、ちょっと乗ろうかなと思ってね、うん、悔しいんでね、はい、そう思ってたりなんかします。はい、あとちょっとホイールの方に行ってみましょうか。はい、はい、こちらは、ホイールのご紹介、どんなもんでしょうか。はい、銘柄は、OZ のやつですね。はい、名前が、ハイパー GT HLT っていう種類のホイールで、はい、まあ、OZ の部類の中では若干軽量化はい、されているとのことです。あ、いうことですね、はい、なるほど。実際こうハンドリング的には純正よりもどうですか。あ、そうですね、はい、なんかこう変化はありましたか。ね、純正のサイズよりも、純正が 8.5J なんですけど、ちょっとこれ、はい、設定上 8J なんですよね。あ、8J なんですね。セアモンで、はい、まあ、その分も軽くなりましたし、はい、タイヤサイドももちろん変わっちゃうんですけども、はい、まあ、でもそんなに、まあ、よれたりすることもなく、はい、いい感じに走れますね。あ、そうですか、なるほどですね、はい、タイヤの方も、純正とはまた違った、これが225の45、R18 と、そうですね、いう格好ですね。はい、はい、あとこちらですね、ステッカーの方貼られてるのと、あとドアの、ミラーのカバーですね、うん、はい、ミラーカバーを赤色ですね、これはね、ね、変えられておられます。はい、はい、あとこちらね、大型リアスポイラー、それから、後ろのところにもステッカーチューンということで、貼られてらっしゃいます。やっぱりこうあれですね、やっぱり WRX ということで、はい、ニュルブルクリンク、そうですね、そういったちょっとね、絡みの部分で、はい、もうまさにね、市販車部門のこの車両が、ね、はい、走るっていうのはやっぱ私たちのこう憧れというかね、はい、期待の星というかね、そうですね、はい、そういう部分がありますね。はい、それからこちら、30周年のアニバーサリーのステッカー、これもこれ非売品でしたっけ。そうですね、はい、ここはまあ、ネットの方で
販売されてるっていう、はい、あ、ネットの方でね、はい、じゃあこれも手に入れられたということですね。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。トランクのこの新発、確か新発売の分じゃなかったですか、このリップのこのシールは。これは何ですか。ラリーのレプリカの専門の、はい、ステッカー屋さんですね。そこに依頼して。そうですか、はい、はい、購入しました。あ、そうなんですか、はい、いやもうなんかあのそれっぽくちょっと見えちゃいました。はい、STI のロゴなんかもありで。そうですね。あ、そういうことですね、はい、マフラーがこちら、柿本ですか、はい、そうですね、元会ですね、はい、リアピースのみ交換、ね、リアピースのみ交換と。それだけでも音っていうそのなんかあの排気音とか変わったりするんでしょうかね、はい、やっぱり、はい、ねえ、あの違いはどんなんでしょうか。結構な低音重視で、はいはいはい、個人的には、ええ、あ、好みな低音やなっていう感じ、いい感じですね、はい、なるほど、はい、まあ後でねちょっとあの、エンジンをね、エンジン音もちょっと聞いてみましょう。はい、まあ、パッと見てあの、シフトノブがですね、変わってますね。これもあの S シリーズの、はい、確かシフトノブ、そうですね、ですよね、はい、シフトノブを変えて、あとはメーター周りのウォッシャーカバーと同じところで、はい、購入しました。あ、そうですか。この分かりますかね、このメーターカバーの部分ですね、ここがあの縁の部分ですね、これが変わってます。あ、やっぱりこれちょっと初めて見たんですけど、かっこいいですね。そうなんです、はい、いやなんかレーシーな感じで、はい、ちょっとハンドル握ると、はい、ね、あのちょっと気分変わりますね。そうですね、はい、いい感じです、はい。あとですね、あのペダル周り、皆さんお気づきいただけますでしょうか。ご購入されて、はい、3年、4年、3年過ぎましたね。3年過ぎましたよね、はい、確か、はい、はい、新車から、これ何万キロぐらい走られてますかね。3万4千ぐらいですね。3万4千キロ、はい、はい、整理しますと、3年ちょっとで、3万ちょっと走られて、走行距離ですね、走られて、ペダル関係の保護シールの、状況です、状態ですね、はい。まあ、あのクラッチペダルを結構あの駆使されてるっていうのがね、あのちょっとこう、回数が多いっていうのもあるんでしょうかね、はい。まあ、あのここをねクローズアップするのもどうかなっていうね、ちょっとあの私マニアックなもんでこういうのちょっと気になります、はい。いや大事にされてるっていうね、あの形ですね、はい。さあということはですよ、おそらくこっちも、やっぱり残されてました、はい、はい、いやこれはね実は、民カラーとかでですね、私が前にあの、ドアインナープロテクターを、はい、作った動画の際にですね、バーイの VAB さん、私もねあのそういうのしたいんですけれども、まあ、あの保護シールの方ね、あの純正というか納車時のですね、シートをつけたままですよっていうねことを、おっしゃってました、はい。これが噂の、あのヨレヨレ状態とご本人、おっしゃってましたけれども、みっともないんですけどね、いうことですね、取る勇気がないというか、なるほどですね、はい。これをですね、なんか私あの実はちょっとオファー依頼受けました。まあ、これをね、ちょっと今までずっとこうつけてたので、あのなかなかあのご本人あの外しにくいと、これをマンセルさん一気に外してもらえないかということで、あの踏ん切りつけてですね、あのドアインナープロテクター、貼られるということで、本当にいいんですか。やっちゃってください。やっちゃっていいんですか。言っちゃってください。そうですか。
そしたらですね、ちょっとあの、画像ちょっと画面を切り替えてね、あのその作業、記念すべき作業をねちょっと行いたいと思います。はい、改めましてアラフォーシマンセルです。私まさかこんな作業をあのするとは思いませんでした。それではね、あの思い切っていきます。いいんですね。じゃってください。参ります。はい。いやね、ドアインナープロテクター本当にいい商品なんでね、はい、あの私 も, あ, のもうあっさりいきます。あっさりいっちゃいます。はい、ちょっとあもう3年ちょっとね、あのずっと残されてたのがもう一気にいっちゃいます。はい、もうねパリパリってね、無理。やっぱりちょっとね両親が痛みます。やっぱねこの3年の重みっていうのはありますね。はい、ありますよ。これはこれはねちょっとね、これ以上ちょっと私には無理ですね。帰りましょう。もう帰りましょう。はいね、これね帰りましょう。はい、はい、さ行きますよ。いいんですね。はい、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 取れたやったやった、取れた取った踏ん切りつきました。つきましたね。はい、はい、でね、こういう状態です。はい、これね綺麗にまた貼りましょう。はいはい、はい、続きましてですね、こちらエンジンルームの中をですね、ちょっと拝見させていただきたいと思います。EJ20 のねこの全体像のこの作りがいいですね。さあどのあたりからいきましょう。インタークーラーのこのカバーですけれども、はい、こちらはこちらはまあ、ネットで購入したやつなんですね。はい、まあ、海外製なんでちょっと海外製、はい、ブランドまでは分かんないですけど。なるほど、はい、これもなんかネットかなんかの購入で、はい、はい、そうです、ね、いうことですね。作り的にはこういう風な形になってます。裏でビスなんかこうあれですか、ネジみたいなこう止まってるような感じですね。そうですね、はい、ですね、はい。こちらは皆さんがよくやられてるシリコンの、そうですね、カバーでしたっけね、はい、ここに水が溜まるんですよね、洗車とか、ね、雨の日の、はい、あとそれがまた汚れたりなんかして、はい、ちょっと困るんですよね。そうなんです、はい、なるほど。あと、エアクリーナーの中のこのフィルターの部分ですね、はい、新井さんのところのエアクリーナーが、これ入ってますねってなんで見えんねん言うてね。アラフォー氏投資能力があるんです。はい、っていうことでしたよね。そうです、そうです、そうですね、はい、書いてあります。はい、ということですね。はい、またね、皆さん、詳しくはネットか何かでね、ちょっと、調べてみてください。今も売ってるんでしょうか。今も多分売ってると思うんですよね。そうですか、はい、分かりました。はい、あとはもうほとんどこうノーマルで大事にね、綺麗になられてるような感じですね。はい、はい、あとですね、ちょっと補足ということで、バイナさんからですね、ステッカーに関してちょっとお話を聞きたいと思います。はい、ですね、まあ、今貼ってある、ハチマキの方と、ミルクルプリントのマークと、はい、あと半面のこの STI ですね、これは、はい、まあ、開催されるかどうかわからないんですけども、2020年モデルの、STI カラーっていう感じで、で、あとは、このドアの方に貼ってあるやつですね。はい、これはミンカラーで、ちょっとお知り合いになった方に、特別に作ってもらった。なるほど、なるほど。いや、これね、ちょっと私見落としてたんですけど、STI のオリジナルとちょっと思い込んでたんですね。
でよくよく見ると2020っていうあの年数があの今年の、はい、あの西暦になってるんですよね、はい、なるほど、ここをオリジナルであの作られたということですね。そうですね。なるほど、これがちょっとワンポイント面白いところでしたね。はい、はい、ということでね、近畿のどこかの県から、お越しくださいました、バーイナ VAB さん、これでねあの撮影終了いたしました。ちょっとね、最初の方はすごくあの緊張されてね、ちょっと私もねその緊張感がちょっと伝わってくるようなあの状態でしたけれども、私のチャンネルはねあのこういうふうに素人同士がですねお会いしてで好きなことを語って仲良くなって輪を広げていきたいと、こういう風なねあのチャンネルをちょっと目指しております。なのでねどんどん、皆さん募集いただきながらですねこんな感じでちょっと楽しくやっていこうかなという風に思います。はい、バイナーさんどうですか、実物マンセルどうですか。もう忌憚のない意見をねもうはい、言ってもらっていいんで。はい、いやもうね想像以上に、はい、人です。そう、ま、ちょっとちょっともう一回言ってもらっていいですか。まあ冗談ですけどね。はい、いや嬉しいですね、ありがとうございます。はい、こういうのもいいでしょ、なんか、ね、楽しいですよね。楽しいです、はい、ね、多分ね皆さんこうオフ会とかいろんなミーティングとかでこういったことはねよくあることやと思うんですよ。ただこうやって動画で残してね皆さんとこうなんかね共有できるっていうところにこの面白さ、初めて同士で撮影ぶっつけ本番撮影して、何が飛び出るかわからないこの珍プレーなねこともねありますんで、これが楽しいんですよね。はい、ね、ということでね本日のゲストはバーイナ VAB さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた今後ともね愛車紹介のコーナー、続いていきますんで、よろしくお願いいたします。それではさよなら。よかったらチャンネル登録はこちらからお願いします。また他の動画もぜひご覧になってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。